国吉の丘陵地帯における戦闘とは、沖縄戦終盤間近に行われた戦闘である。アメリカ軍側には、詳細な戦闘記録は残っているものの、の戦いのように命名はないようである。しかし、首里撤退後の戦いとしては、日本軍の最終防衛戦として、お互い繋がっていたに等しいよ座八重瀬だけと並び極めて激しい戦闘であったという。アメリカ側の資料を紐解くと、 まさに、戦車でないと危険すぎて近づけない、または安全ではないという状況であったという。戦闘を名付けた資料がないため、暫定的にこのタイトルで表記にしてある。サイトによっては国吉第一の戦闘としてあるところも、ある。この戦いは1945年6月11日から6月17日に渡って行われた戦いである。 あたいの戦いもあったように激しい戦闘となったのは、背後がすぐ、マブニの日本軍本陣であり、この丘陵地帯を落とされると司令部本陣一体を見渡せてしまうためこれを渡す前と最後の力を振り絞って、日本軍側は激しく抵抗したからである。両陣地とも実質的に最後の防衛戦であった。そのため日本軍側は陣地を築き、対戦車砲や機関銃、予備兵力たる、 実質戦闘力がなかった第62師団、独立混成旅団までも投入して、最後の抵抗を見せた。結果として凄まじいまでの激戦となる。地の利は、完全に、日本軍側の手にあったが、すでに全くと言っていいほど、戦力のなかった日本軍は、わずかな兵を長い戦線に張り付けておくしかできず、実質、第2、第3防衛ラインの構築は、全くの不可能であったとされる。 この中には戦闘力を失っていたに等しいが、予備兵力として指定されていた62師団ですら、南部最終核防衛線に張り付いていたように、統治を防衛する日本軍部隊も、戦闘可能な兵は定数に比べて、実数的にはわずかであった。そのような台所事情のため、日本軍部隊が張り付いている戦線が、最終防衛ラインであった。しかし、完全な地の利はあったためわずかな兵。 長い戦線でも米側に多大な損失を強いることができたのである。11日にアメリカ軍はマブニを落とさんとすべく沖縄の南部における西部側から国吉を通って進撃を開始した。しかし突如国吉高領で日本軍陣地から機関銃や小銃などが火を吹き激しい抵抗に遭い釘付きにされた。しかも悪いことに 国吉陣地近くの与座陣地からも日本軍の野戦砲の訪問が開き激しい砲撃に相攻撃が頓挫してしまった。両陣地からアメリカ側を見渡せたため的確な抵抗にあい、死傷者は増大。11日から12日は救援のためにアメリカ側は戦車を使用し、負傷者の抗争と決勝の輸送、弾薬の補給に明け暮れたとされている。文字通りのピストン輸送であった。 さらに航空機からの補給物資も投下がされたが、他の地形では効果的ではなかったという。13日はアメリカ側のニコ連隊に140人の死傷者が出たとされる。また多数の航空機による物資投下もなされたが、前述のように効果的ではなく受け取ることが困難であった。米側戦車は戦闘と抗争のために前線と後衛陣地を行き来し、 攻撃と輸送に明け暮れた。対する日本側は、一式軌道 47mm 速射砲や、野砲などで激しく汚染、17日までに、欠かずの戦いと同じく、多数の戦車を破壊することに成功している。米側は、日本側を相当するのに、火炎放射戦車を投入したが、この速射砲攻撃のためにうまくいかず記録によれば5日間で21両を、破壊されたという。 なお、参考資料には、書かずのような自爆戦の記述はない。17日になり日本側の抵抗らしい抵抗は、やんだが、アメリカ側は13日から17日まで1,150名もの死傷者を出した。文字通り戦車でないと危険すぎて近づくことは困難であったという。アメリカ側の資料には、航空機や戦車で休まず攻撃を加え、 戦意を喪失するまで17日になっても進撃は無理であったとされる。この戦いと並行して、ほぼ同じ時期に17日まで与ザ、ヤエセだけの戦いも行われた。結果として、国吉陣地は米側の手に落ちた。そして、最後の防衛戦たる与ザ、ヤエセだけ陣地も陥落し、日本軍は事実上沖縄戦に敗北したこととなる。 国吉戦線含め17日までに各戦線の防衛隊は八重瀬岳方面の独立混成第44旅団は6月14日までにほぼ全滅した。6月15日頃第32軍司令部への侵攻を防ぐため第62師団は全力反撃を実施したが残存戦力の大半を失った。キアンの第24師団も6月17日には 師団としての組織的抵抗が不能の状態となった。17日までにほぼ各戦線の防衛線ほか、国吉戦線、与え座、八重瀬岳戦線等追に各最終防衛線が突破されるなど、各戦線が崩壊、それらを埋める兵力、武器弾薬はなきに等しく、日本軍は階層を重ねるのみとなる。この戦いの日本側の資料が、 日本兵が残した一つの指揮がいないため、日本側視点からはほとんど一切が不明である。そもそも沖縄戦における戦闘情報は、米側によっていることが多い、国吉大地の戦闘庫の統治を守る大隊は2個置かれていたとされるが、その大隊は、大隊としては、異例の定数わずか250名ほどである。中大規模の定数であった。戦闘可能人員に至っては、 書きサイトによれば30%ほどであったという。すでに武器弾薬も動員可能な兵力、戦闘力はなく、実質全滅している部隊であった。図説沖縄の戦い太平洋戦争研究改編、森山公平著国吉第一の戦闘図説沖縄の戦い太平洋戦争研究改編、森山公平著ありがとうございます。